南極振動と区別するため、アーオと略されるとは、南半球における極渦の強弱を示すパターンである。サム、またはシャムとも呼ばれる。1999年にゴングワンによって発見された。南極振動は北極振動と同様に南極振動指数の値が大きな性の値の時には南極域の気圧が不変さを示し、 中緯度の海上を中心に、正偏差を示し、南極振動指数の値が、大きな負の値の時には逆のパターンとなる、南極域と中緯度の気圧のほぼ感情の、シーソー的変動とされている。また北極振動は、EOF 解析すると出てくる、見かけのモードであるという批判的な議論もあるが、南極振動の場合、南極の周りは、南極海で囲まれており、 真の固有モードである可能性もある。昭和基地の都市平均地上気圧の時系列は南極振動との都府の相関関係を持つことが観測された。南極振動指数とは南極振動の強さを表現するための指標である。南半球における700ヘクトパスカル等圧面高度偏差上の主成分分析によって得られる第一主成分特典が 南極振動指数として定義されている。ありがとうございます。